結局そのエラスティックエナジーが使えないからでいいんですよ。僕もできなかった時っていうのはこうやってきて、なるほど。ですね、はい、まずテイクバックですね。テイクバック、及川さんの場合はどちらかというとテイクバックを下に引いて下から上にこう出していく、とてもシンプルなんですけど、手首をある程度こう固めて、固めたままこうやって出してくるんでタイミングはいいんですけど、やっぱそこに対して力がないです。ラケットを例えば僕みたいに上からこうやって下げる人、手首が外側にこうやって向いてインパクトの時に内側に向いてくるんで、こういう動きになるんですね。はい、こういう動きになるんですね。こういう動きになるんですね。でここでじゃあどんなエネルギーが生まれてるかっていうと、手首がこういう背屈の状態になると、ここの手首の上腕が引っ張られて、手首からこうやって出す時に戻ろうとする力があるんですけど、これあのエラスティックエナジーっていう弾性エネルギーっていう人間の構造上のパワーなんですよ。例えばフェデラーとかこうやって構えたり、ナダルみたいにやっぱこういう風に構えたりとかすると、手首がテイクバックの時にこうなりますよね。そしたらここって重力が下に勝手に下ろしてくれるんですよ。でここでリラックスができて、最後ここで引っ張られる力を使うんで、こういう風にラケットがビヨーンって加速していくんですよ。だから手首っていうのはある程度固定してしまうと、結局そのエラスティックエナジーが使えないから、この腕っぷしで操作してるだけだから、単なる下からラケットが上に行くわけですよね。これは重力に逆らってるだけなんで、こうやってだから力が埋めないんですよ。まずテイクバック、ラケットこういう風に立てないといけないですね。そうするとラケットが出てきてインパクトして、この勢いでラケットはこういう風に返ってくるんで、そんなに上腕に力がいらないです。そう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 、 OK です OK です。こう回すだけですね。こうそ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 う、手首ってこう4方向にこうやって動くんですけど、手首はまずこういう背屈の状態で、もう屈曲の状態になってるんで、まあこういうテイクバックからインパクトがこういきますよね。ここの加速が弱いんで、ここから先が制御しようとするんで、こういう風になってる時もあるんです。僕はテイクバックとこの辺はあんま見てないですけど、最後のフォロースルーがどこで収まってるかっていうのを結構見るんですけど、先端ですよね。ラケットの先端が打つ方向にこうやって向いてないと、結局は前に飛ばす力っていうのがなくなるんですよ。これペネトレーションって言うんですけど、ここがバチって言ってこうなんないと、ボールがバウンドした時にグイーンって前に行かないです。結局はこうやって打てばスピンはかかりますよ。スピンはビヨーってかかるんだけど、前にはいかないです。ビヨーンってこういう方向にならないと、バウンドした後にグーンっていうボールにならないから、相手がワーってならないですよ。こうインパクトした後にラケットが打つ方向に対して行って回る、ここからビューンっていきますよね。行ってさ、最後フォロースルーがこうなって、ここまで来なきゃいけないんですよ。でここに空間ができるんで、ここに空間をつけます。で今左手でこうやって押さえてますけど、こういう風にやってもいいです。ある程度こうやって持っちゃうと、ラケットの加速っていうのはここで終わっちゃうんですよね。持たない、まあ、ジョコジビフェデラーとかテレビで見たらみんなこうやってでこうなるんですけど、ジョコとかもっとすごいですよね。こんななりますよね。ここはそう、力むとできないですよ。なぜかというと関節がブロックされるんで、こういう風に勝手にブレーキングがかかっちゃう。でここは解放してあげなきゃいけないんで、そうすると運動連鎖の連動が始まり、こう来てインパクトが始まり、フォローが始まり、最後ローテーションが始まる。ここでもうインパクトが完成されるんで、ここからどうするかっていうと、ラケットの先端がこうやって前に行かなきゃいけないです。そう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 。スローだとできるんだけどな。まあボールがあると実際には、例えばこの構えが難しい人は、僕のところにフェイスをラケットを向けてください。そう、ここからもう始めるとか。この辺か。おお、そうですそうですそうです。おお。ただ今ここはいいですよね。でフォローが今まだこういう風なフォームで終わっちゃうんですよ。今ここはこうなんなきゃいけないんで、最初下でいいんですよ。僕もできなかった時っていうのはこうやってきて、これぐらいやんないとここ来ないです。
こうやってきてこうやんないと、フォームを変えないでスイングを変えないでそのまま今ネットしましたよね。そしたら今度ネットのこの同じスイングでネットを越そうとなるとこういう風になっていくとか、そうどんどんミスからこう始めていくといいです。最初ね成功体験を作ろうと思って成功しそうな感じでやるじゃないですか。そうすると結局フォームって固まんないですよね。ミスの感覚が分かんないからミスをしてから覚える。今のスイングで上を狙いましょうか。そうですね。ってことは自動的にラケットがもっと下がってスピンをかけようとするんで、下行くときはここの手首の角度が先にほどけちゃうんですよね。ラケットがこういう風に来るときっていうのはもうここ伸びてる状態なんで、その前に結局ほどけちゃうから今スピンをかけようと手首が速くなっちゃう。メーカーのマークがあのマシンの向こうに向いてなきゃいけないです。ここまでこうやってきて、分かんない人はこういう風にセットアップしといて置きますよね。ここまで来てから初めてインパクトが始まるぐらいの気持ちの方がいいです。右足の力をどうせあの絶対使わなきゃいけないんですよ。右足の力が左足に移ってそこから回転が入るんで、テニスって難しいのはね、スタンスがいろんなスタンスがあって、ここに来たボールとここに来たボールは違うし、ここに来たボールとここに来たボールは違うんで、右足が軸足になっても左足が軸足になってもどっちでもいいんです。ただその場その場の打ち方があるんですけど、上半身の回転ですよね、ローディングとこうアンドローディングはここはほぼほぼ同じです。ここは同じですよね。ってことはこういうスタンスになるのか、それともこういうスタンスになるのか、またはこういうスタンスになるのか、こういうスタンスになるのか、全然違うんですよ。で状態やっぱり高い時っていうのはスタンスが狭い、そうすると体揺れますよね。この重たいものをこうやって振り回すわけですから、やっぱり下半身どっしりした状態を作ってあげて、あとは回転をする、土台やっぱ作んなきゃいけない。ちょっとやってみましょうか。おー回ってる。おーそうですそうですそうです。ありがとうございました。